海賊かったの。さあ買い出しが済みました。今日は王道さんと車中泊行ってきます。さあどうなることやら。じゃあ早速ですけどね、目的地のひまわりの湯に着いたので今から温泉入ってきます。ちょっと予想と反したちょっと雨模様ですけど、まあ、車中泊あるあるですね。行きます。はい、ということでひまわりの湯入ってきました。自分の目標とする60歳の、あ、ちょっとピー入れときますけど大蔵さんのね、自分の未来のような感じで楽しいお話をしてまいりました。この後はね、美味しいビールが待ってるんでね、少々お待ちください。ちょっとセットアップしてきます。今回のために新調したサーモスのタンブラー 420ml、 Amazon で2000円ぐらい。入れますか。これいい、これで。あ、いいですか。これは絶対うまいやつですね。で、あと念願の車中泊2回目おめでとうございます。乾杯。いただきます。あ、うまい。これうまいですね。うまい。さあ今回の品は日本一の焼き鳥用意してくれました。これはね、ありがたいですね。じゃじゃん。あっちの方に用事があったもんだ。めっちゃうまい。ちょっと尋常じゃない車、これ車中泊って呼べるかわかんないですけど、すごいですね。どうでした。君のあたり。あ、本当ですか。神戸なんだ。やったな。なんかもらえるんでしたっけ。やらないけど。あれ、そこ決めんとやる決めにじゃない。 やる意味がない。はめられた。やったけど当たっちゃった。本当ですか。やっぱさ、やばい。やっぱね、車中泊の最強神戸決まりました。今日神戸ですよ。神戸なんだ。人生の先輩も外しました。神戸でした。すげえ。大蔵さんの自慢アイテムランタンが登場しました。映えますね。ランタンです。あ、これあれですか、寝る時のマットですか。これそうだよ。あ、いいっすねこれ、マットレスはマストです。これ噂の買ったやつです。そう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 、めっちゃいいっすねこれ。そう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 、うわー、もう完璧車中泊マスターにどんどんなってますね。マスターじゃないですけど、はい、いえいえいえ、初心者ですけど。あ、ここね、あの新車なんで、こうオプションの純正ですかこれ。シェードというかカーテンがありますね。あ、そう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 。これね、お金がないとつけれないやつですよこれ。いいですね。すごい威力があるんですよ本当に。あ、お、これそうですよ。早くやったりとかいざかかったんだったら、これ干すやつですよ。そう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 。いいですね。ですね。完璧ですね。完璧。よし、じゃあこれでよし。いいよ。いいですね。いいですよ。高校までは球技やったんですよ。あ、そうなんですか。で、球技。球技。だから。球技ってなんですか。俺ね、小学校の時ハンドボールやって。ああ、スポーツマンですね。で、中学の時バレーボールやって。ああ。で、高校行ってサッカーやって。
めちゃめちゃいろんなことやってるんですよ。で、うん、で、大学行って、いや、球技から離れようと思って山登りだした。全然違うじゃないですか。へえ。すげえ。なんかね、今までの見方と違いますよ。でも全然、それ最初に言ってもらったら、もうちょっとすんなり仲良くなるとか。なぜそれ、なんか危ない人だっていうイメージ。危ない人だよ。そうですよね、本来は。危ない人なんだけど。へえ。これが、ここにつくんですよ。あ、この ここにここにこう、あ、ここにですか。そうそうそう、だから完全にここだけ一つの空間になって遮光されるんですよ。ああ、え、これ純正であるんですか。そうそうそう、これアイテムが純正でこうやってなって、もう別にやっちゃっていいんだけど。じゃあちょっとお願いします。ここでついて、あ、これはいい。このプッシュで止めがあるんですね。で、元からあれですか、買わなくてもこれはあるんですか、こういう。いや、これはだから、このこれをつけたから。あ、ついてくるセットで。そうそうそう、あの、ついてきて4点で止める感じですか。そうです、そうです。でおー、すげー。これがここにつきますんで、そうすると、あ、じゃあこの寝室というか、こう寝るところはもうプライバシーがこうやって確保されて。すげえ。で、あと ここの横もつきますから、はい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 、そうすると完全に囲まれるんですよ、はい、完璧ですね。ちょっとフロントから撮ってみます。これは見えない。あー、これはプライバシー完璧 100%。 で、こうなって、これがね、まさかの純正仕様ということで、純正で、はい、シエンタを購入の際の参考にしてみたらいかがでしょうか。あ、これがね、完成した状態ですね、ほぼ完璧プライバシー。またあそこもちょっとつきますけど。あ、そうですね、これはね、奮発して購入をしてください。完璧です。ちなみにね、これフラッシュ焚いてますけど全く見えない状況です。なのでね、これ車中泊必須アイテムとなってます。じゃあそれでは楽しい時間もお開きということで、はい、じゃあ、はい、まあ、ということで第1回車中泊コラボということで、大蔵さん、ありがとうございました。こちらもありがとうございました、はい、少しだけ動画にさせていただきます。おやすみなさい。おやすみ、ありがとうございます、はい。マニアのマッチョ自慢と一緒。